こんにちは、横田武です、今日はですね、観音参りちょっとこれからしてみようかなと思っている話をします。斉藤ゆとりさんってね、観音参りよくしてるって言われて、で、四国の88箇所でしたっけ、あの巡りかなんかいうのがあるじゃないですか。それをちょっとしてみようかなと僕も思ったんですけど、なんかすんげえ 3,4 ヶ月ぐらいかかるんですか、あれちゃんと回ったら歩いて。だからそれはさすがにちょっとそんなあれ時間もないしと思って、で、秩父の方だったら 2,3 日4日ぐらいで回れるみたいなんで、ちょっとやってみようかなと思ってます。で、そう思ったきっかけいうのが、この間ゆっくりしてたんですね、一人旅して。で、あんまり一人旅したことなかったんで、まあのんびりしたらなんかいろんなアイディアとか人生についてとか、なんか、まあ、お母さんが亡くなったこととかいろんなこと考えれるのかなと思って、やってみました。そしたら何にも考えられなかったんですよ。旅館でゆっくりしてても何も考えれないし、お風呂で温泉でゆっくり昼間みんな働いてるところのんびりしても何にも考えられないし、ただその1日目にチェックインするまでちょっと時間があったんで歩き回ってて、山の中歩き回ったりとかいろいろしました。そうしたらその時はいろんなアイデアを振ってきたり、お母さんからメッセージとかそういうのもあったりとか、あとなんかアイディアとかひらめきとかいろんなものがあったんです。だから最近読んだ本でもあったんですけど、なんかやっぱり歩いてる時にいろんなひらめきがあったりとか、歩いてる時に瞑想してたり、歩いてる時っていうのがすごく大切なのかなと、ここ最近ですね気づいたことだったので、ぜひ歩いてみるということをやってみてください。歩いていると仙骨にもいい影響があったりとかすることあったりとかですね、いろんな、効果があるみたいです。やっぱり歩くっていうこと、走るんじゃなくて歩くっていうことが大切かなと思います。以上です。ありがとうございます。